皆さんこんにちは。アーティング代表の山崎翔です。ちょっと真面目に音楽理論ということで、今回はメジャースケール、これについて確認していきたいと思います。メジャースケールっていうのはよく耳にすることが多いと思うんですけれども、その仕組み、その作り方っていうのはどうなっているのかっていうのを説明していきます。説明を分かりやすくするために、今回 C メジャースケールを元にしてお話ししていきます。で、 C メジャースケールっていうのはピアノで弾くとどうなるか、これは皆さんご存知の通り、白い鍵盤、白鍵ですね。この音を順番に重ねていけば C メジャースケールになりますと。じゃあこの時ドからオクターブへのドまでどのようなルールに従って音を重ねていっているのか、これを確認していきましょう。まずドで、次レですよね。でドとレの間っていうのは全音違います。でまず全音違いますね。でレとミ、これも全音違いますね。でミとファ、半音違う。でファとソ、これまた全音ですね。ソとラ、これまた全音。ラとシ、全音で、最後がシとド、これ黒鍵を挟まないので、ね、また半音ですね。つまりメジャースケールっていうのはルートの音から始まって、全音全音半音、全音全音全音半音、この規則にのっとった音の積み重ねの音階であるということが言えます。では早速、じゃあこの音の積み重ね方に従って、C ではなく違うキーでメジャースケールを作ってみたいと思います。じゃあ E、 まずルートのミですよね。でミから全音、ファのシャープ、でファのシャープからまた全音、ソのシャープ、でソのシャープから今度半音ですね、ラで、ラから、また全音なのでシで、シからまた全音なのでドのシャープ、でドのシャープからまた全音なのでレのシャープ、で最後ミ、これで E メジャースケールの、完成ですね。このように、ルートの音がたとえミだろうがファだろうが、ファシャープだろうがシだろうが、どんな音でもメジャースケールっていうのはこの音の積み重ね方で成り立っているスケールになります。スケールの一番基礎的な部分ですので、ぜひちゃんと理解をして、もしわからないところがあったら、この動画を見返してですね、確認していただくか、もしわかりづらいところがありましたら、他にも、メール、などいただければ、コメントでもいいですし、お答えさせていただきますので、しっかり理解をしていきましょう。はい、ではまた。